名古屋も台風が近づいてきているせいでかなり雨も激しくなって、今日は岐阜の医療関係の法人なんですけど、そこで起きているセクハラからのパワハラで団体交渉も組合事務所でやる予定だったんですけど、まあ向こうが拒否ということで、組合の代表顧問の方とそれから当事者は、岐阜の方の、労働審判の方へね、労働委員会ですか、労働委員会の方になんか申し立てに行くそうで、今名古屋駅まで送ってったところです。まあこれは結局その女性に対してセクハラを行い、まあそれが要するにうまくいかなかったから今度はパワハラになり、自分のその役職というか権限を使って、部署移動をさせ、日々しつこく嫌がらせをするという最悪のパターンですよね。まあ今回その会社に対してね、クレームを出した女性っていうのは、まあ、しっかりした方で、まあ本当下手な男性よりもチャキチャキしとる感じでね、まあ頼もしいわけですけど、まあこれから労働委員会にも、団体交渉のね促進斡旋ですか、まあそれをして、でなかなかそれでも団体交渉に乗ってこない場合は、まあ、労働審判ですかね。で、まあ、必要以上に、ね、嫌がらせがまた続くようだったら、もうその労働委員会通り越して、まあ、裁判っていう形にはなると思います。まあ、だけどね、民事はね、今僕らもやってますけど、本当に時間がかかります。だから個人でね、争うっていうのは本当に難しいことで、やっぱりこういう組織に入って、争うっていうのがやっぱり一番ベストかなと思います。まあ何にしても雨足が強くなってきてね、まあ四国の方とかね、これから近畿ですか、もう被害がね本当に必要最小限であってほしいですね。まあ名古屋の西も要するにこの辺もかなり影響は受けるみたいなんですけど、まあ、早々に帰って、家の中で待機します。まあ明日はね、不利益変更と、賃金未払いの、裁判、まあラウンドテーブルでね、やり取りしてるわけですけど、まあ多分和解について向こうが、被告がね、被告の会社が飲むか飲まんかっていう、そういう段階だと思います。まあ飲まなければ飲まないでね、法廷論争に入って、まあかなり、ほぼ喧嘩ですよね。まあ、そうなるとは思うんですけど、まあ、バカな弁護士がついてない限りは多分、和解の方をね向こうが言ってくるとは思うんですけど、まあ何にしてもね、僕らのその裁判それから組合活動がね、大きく方向性が変わるっていうか決まる大事な、裁判になると思います。ということで、ちょっと雨も風も強く怖いので、動画のアップはここでやめときます。ではまた。